お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのトリプルエリクサー大会のね、おすすめデッキを紹介していきたいなと思います。というわけで、こちらね、チャレンジで来ています、グローバル大会ですね。で、今までだと自分のデッキで、自分の得意なデッキで、チャレンジするとかだったんですけど、今回はモードですね。はい。大会とかでもよくあるトリプルエリクサー大会、トリプルエリクサーというモードでの大会となってます。結構ね、なんなら、こう、グローバル大会が出始めた当初は、なんかサドンデス大会とか、トリプルエリクサーとか、なんかこういうね、なんかちょっとこう、遊び、と言いますか、だから遊びを踏まえたモードのグローバル大会もすごい流行ってたんですけど、それがね、復活しましたよというところで、これもね、多分上位100名に入れば、そうですね、限定スタンプもらえますし、ぜひね、皆さんもスタンプ手に入れていただきたいんですけど、フキフキですね。エリクサ3倍、何が強いのっていうところを、今日はね、3つね、デッキを紹介したいと思います。で、上の方のデッキを、見ていくと、こう、ラバル、フリーズポイズンだったり、神器デッキだったり、キョスケスケラ、で、スケラとか、いろいろあるんですけど、キョスケが間違いなく強いですね。で、僕もう一個のアカウント、ラットアカじゃなくて、もう一個のマイクアゾースキーアカで、12勝まではやったんですけど、キョスケが鬼強い。もう出しとくだけで、とりあえずこう、やっぱエリクサー3倍ですので、盤面に、普通よりも言ったらユニットが3倍出るわけじゃないですか。エリブが3倍なんで。そういった部分で、キョスケの爆破にトルネードでこう、ね、巻き込んであげると、どんな攻めも基本的には守れるよっていうので、巨大スケルトンをとりあえず使うのが安牌かなということで、一つ目はね、こちら、キョスケスケラフリーズデッキ。声が出なくなった。はい。というわけで、やっていこうかなと思います。今回3つですね。で、この、デッキが今回僕の一番のおすすめというか、デッキなんですけど、フリーズがね、めちゃくちゃいい。フリーズをしとけば、よいしょ、こうちょっと攻めでタワーがね、すぐ折れるんですよ。で、このグローバル大会っていうのは、結構ね、同じ勝利数になった時に、なんかクラウンスですね、タワーを折った本数が多い方が、順位が1個上がるんですよ。上に行くんですよね、今優先順位というか。なので、できるだけ、タワーを折った方がね、上位を狙えるんですよね。よいしょ、さあ、これもう、キョスケのバカで、バイバイ、さよならって感じで、さあ、ここはフリーズとかもしていきつつ、でもこれをするだけで、マジでタワーがね、めちゃくちゃ削れます。もう小屋を置いて、相手が攻めてきたのを受けつつカウンターですから、そんなイメージですね。なんかエリクサー3倍なので、あんま余裕がないっていうのはあるんですけど、もうこれ許容しましょうか。許容して、もうこれでスケラ打つだけと。巨大スケルトンがターゲット取ってる間の、このスケラーがね、めちゃくちゃ相手はきつい。しかも今タルババ使ったので、ここでフリーズで固めてあげると、相手はこのね、もうスケラのリセットがないと言いますか、もうスケラが止まらないよと。いうわけで、さあ、これでね、もうキングまでこのまま行ってあげたい。相手はなんならもしかしたら諦めた説も、さあ、ありますね、というわけで、めちゃくちゃ強いんですよ、これ。僕は、五分小屋、そう、五分小屋でやってるんですけど、ボムタワーでも使われたりしてるんですよ。なので、そこは、好みというか、なんか、その人次第なのかなと思います。で、ボムタワーだと防衛がね、硬くなるんですけど、五分小屋は先置きできるんですよ。そう、先に置いて、相手が出してきたのに対して合わせたりとかできるので、結構使いやすいんですね、僕の中では。なので、すごいね、この五分小屋型を押してます。で、フリーズも別にポイズンでもいいんですけど、フリーズの方が、なんか攻めがめっちゃ強い。ポイズンだと、相手のネクロとか、ウィザードとかの処理は簡単かもしれないんですけど、別にフリーズで、凍らしてダメージ与えて来るカウンターは巨大スケルトンの爆破で巻き込めばいいよねっていうところで、このね、方はもう一番押しています。なんなら僕もね、ほぼこれで、やりましたというわけで、そしてね、二つ目のデッキを次は紹介していくんですけど、次はですね、こちら、遅延スケラですね。なんですけど、キョスケじゃなくて、ナイト型の、普通のね、方のデリバリー、このデリバリー型、もともとはね、ローリングバーバリアンなんですけど、どこにいた？これ、この27-0なんですよ、この人が。しかもこのデッキを実際に使ってて、なので、紹介します。で、確かになって思うのは、
エリクサー3倍だと間違いなくゴレだったりエリゴレだったり、まあラバだったり、まあ、重量級が多いんですよ。そういう中だったらクロスとか、まあ、枯渇とかがいないんですよね。でこのロリババってやっぱクロスとか枯渇用に対してめちゃくちゃ活躍するというかないといけないんですけど、わなんかめっちゃ来たな、これなんかいるよ、下にミニペックいますよ。これ僕の目は騙されない、よしそう、あのマジクロスとか枯渇用なんですけど、クロス枯渇いないんですよ。だってクロス枯渇なんかこのモードでもう鬼じゃないですか。もうね、どんだけ細かいの極めとんなっていうがただド M かみたいな、そんな感じ。あ、ごめんなさい、やばい、やっちゃった。あのこういうの良くないですからね。あのまあそういう中で、いやデリ強そういう中でやっぱまあラバーゴレー、まあそういった重力になってくるならば間違いなくデリバリーのね採用はね正しいなと思いましたね。さあというわけで、まあスケラも打ちつつね、まあボムだったら先を気せずに相手が攻めてきたのに対して攻める、でポイズンだとこうまあ出てきたユニットを見つつ、まあポイズン打っていくよというような感じですね。まあどうなんだろうな、安定するのはこっちの方かもしれないというかポイズン型とかだと思うんですけど、このチャレンジに関してだと別にフリーズでよくねっていう、いやマジでフリーズ強いと思うんですね。よいしょ。さあというわけで、まあボムなのでめちゃくちゃ防衛は強いね、普通に鉄壁、なんならディガーを当てちゃう。さあというわけで、あー相手はバルーンですね。なんかバルーンもちらほらいるんですけど、てかまあトルネードがめっちゃ多いと思うんですよ。てか巨助トルネが僕このチャレンジめっちゃ多くて、まあその巨助トルネのじゃあメタはっていうところで、まあ次のデッキでねその後紹介するんですけど、バルーンはね結構 M な気がするんですよね。まああのいろんな形のバルーンもあると思うので、まあライトニングのバルーンとかはまあわかるんですけど、これでも暇になっちゃうな、ボムタワーだと。ゴブ小屋だとここでね、あの小屋としてね働くんですけど、いやで僕はあの真面目にこのラットアーカも一桁狙ってるんで、あの1位行きたいんで、あのキング、僕あのキング行きます、これで。で右側はこれわざと折らせます、わざと折らせて、別に煽りでも何でもないですね、わざと折らしてキング折らせます。キング折りたいです僕は。でこれはクラウン数稼ぎですね、本当に。よしよし、こっからあの左を折れる圏内にしとくと、最悪僕が負けそうってなった時にあれなんですよね、最悪負けそうな時にあの右側に逃げれる。 OK、 こっから頭2分くらい使ってキング攻めます僕は。いやキング折りたいんですよね。てかクラウンマジ大事なんですよ、本当に。いやこれベビータゲ取ってる、アイウィズ頑張ってるか。よしよし、いやでもキングへのスケラってタゲ取ってるとバカみたいに入りますからね。なんか生まれてすぐに目の前に建物があるんでね、めちゃくちゃスケラが殴ってくれるっていう。さあこれはまあ一応トルネやっとくか。でスケラ打ってナイトからでもいいんですけど、ポイズンでからのナイトでも、これ別にナイトにタゲ行くんですよね、たまにキングが。よいしょ。さあまあこれはもう勝ったでしょうというわけで、まあこれはまあとりあえずなんだろうな、まあデリバリーなので良さそう。まあ巨助とかまあなんかあんまり使わないしユニレベないしとかいう人だったら、まあ全然こっちのね片手もいいんじゃないかなと思うんですけども、まあもう一つもねこの後紹介していこうかなと思います。よいしょ。さあ、いやアイウィズ強えな。じゃあアイウィズ持ってなかったら、スケルトンラッシュ持ってなかったら何のデッキ使えばいいんだよってこう皆さん思いますよね。はい、こちらねラバルでございます。あのこれまあ1位のデッキなんですけど、まあこれも使ったんですけど、1位じゃね変わってる、2位だ今。そうあのあベビー、僕スケドラだったな、さっきスケドラでやってたんですよ。そうまあここは、まあ、ベビーでもスケドラでもじゃあどっちでもいいと思いますね。で一旦スケドラでやりますね。あのこのまあデッキの強みはまあ単純にスケラが多いんですよ。って今回巨助スケラで、巨助スケラを倒そうと思ったらラバになるんですね。ラバのメガゴとか、まあ、対空ユニット、そうでまあ防衛ポイズンもできるし、ババでも守れるしみたいなで攻めフリーズと。でポイズンなんですけど、
別にスケドラもババもいればスケラ守れるから、まあライトニングでもいいかなとか思ったり思わなかったりもしてて、結構ねラバルのライトニングで上位も意外といるんですよ、結構いて、まあ、ライトニング強いとは思ってますね。なのでまあそこも好みであるんですけど、まあ、とりあえず確実にこれで上位を取ってる人がいるっていうので、まあ強い部分と、まあ使いやすい、とりあえず育成行くんですけど、もうラバー出して後ろにつけてバルーンしてフリーズしてポイズンしてみたいなのがそんな感じ。結構ね、まあ、キョスケスケラとはまた違うような、なんかこうゴリ押し感といいますか、まあ、安定感がありますね。まあでもポイズンだとこういうゴルとかのね防衛もね強くなってきますよね。ババとかでもまあ守れるんですけど、後衛もね、なんか三角だけ来たな。あれミニペいる？ライトニング打たれた。いやでもこれでさ、ライトニングやな目で防衛してくる、まあ、ポイズン打ってもいいが、あれバルーンの爆破でいかれそうっすね。なんかもう本当にもうなんかラバルを一生出すみたいな。で、相手のユニットがめっちゃ重なったら防衛ポイズンしたりみたいな。なんか本当に、今回相手対空がでも少なそう。いや、もうやばくないですか？なんかさっきまでとは全然違うんですけども、なんかすごいね。なんか表現しにくいんですけど。このね、ランバがめっちゃいい味出すんですよね。これでレイジ落ちて、このスケドロとかメガゴで火力ちょっと足りない部分を補っていく。ランバーのレイジでね。さあ、ヤナメやってんな、ちょっと。暇になったら、まあ、ババセパとかでもいいんじゃねっていう。ちょっと暇すぎましたね。で、まあ、ラバフタでもいいけどな。ラバフタして、さあ、メガナイトもいる。まあ、ラバで削れるんじゃないでしょうか。これはもうあの、できるだけユニットでね、しっかり回して、頑張って溶かしていきます。で、ゴレは、痛い。あれ、ボーポイいる？いや、いらないな。で、このデッキね、ちょっと面白いのが、逆サイのこういうランバーバルーンとかもできるんですね。で、これで、まあ、フリーズとかでも攻めれるんで、まあ、いろんなね、戦い方ができるっていうのも、まあ、強い部分であるんですけど、まあ、単純に、強い。まあ、スケドラの方がなんか、火力出て僕はおすすめですね、ベビーより。ゴレとか、メガナイトを溶かすのにもですけど。さあ、これでまたキングいけそうですね。まあ、バルーン組んで、ポイズン、まあ、一回も打ってないですけど、まあ、今回相手がスケラとかアイスイーツとか、まあ、ウィザードとかだったら、それを処理するようにはすごいいいと思うんですけど。今、ヤナミ使ったら、これ3号機きます。読みで打っちゃう。いやー、当たんねー。さあ、まあ、グッドゲームと、まあ、いうわけで、こちらはね、ラバルデッキでございます。まあ、スペラは結構好みだと思うんですけど、まあ、フリーズポイズン使っとけば間違いないですよと。インドラとかもね、このチャレンジは強いと思うんですけど、まあ、なんかそんなわけでね、そう、これです。まあ、ラバに勝とうとした人気デッキですね。まあ、とりあえず、あ、キョスケ。とりあえずキョスケを使っとけば、キョスケスケラ、あの、まあ、ゴレ来ても、あと、ゴブゴヤのこの方とラバにも戦えるし、そう、フリーズで全然攻めれるんで、まあ、最強。僕的におすすめ、気をつけつけろ。で、ナンバー2が、どっちだろうな。まあ、ラバーの方がね、意外と使いやすい。ナンバー2、ラバル、まあ、ナンバー3ね、遅延スクラデッキというのがおすすめでございます。ちょっともうちょっとね、戦いたいですね。よろしく。いや、これワンパンできますよ。いや、マジで強いんですよ、この、気をつけつけろ。しかも、フリーズ型ね。まあ、特にいいのが、この小屋。先置きできる。ロケ親ですが、まあ、タルババで焼いていきましょう。で、あのバルーンは、キング起動したいけど、小屋が強すぎて、あれっすね。先に、もう壊れちゃうやつっすね。で、一応は守る。一応は守って、フリーズして、キョスケも通るし、スケラも通るし、オッケー。これ、キョスケの爆破って900ぐらいあったんですかね。よしよし、これはタワー落ちた。もう3区、いや、めちゃくちゃね、冗談抜きで強いですよ。このデッキだけは本当に、使って流行りすぎて、まあ、なんかね、ちょっとこう、メタというか、そういうのが増えるとまた嫌ですけど、まあさすがにそんなこともないと思うので、ラバとキョスケスケラの環境かな。もうこれキングにスケル打って、いや、このバルキリー嫌だな。一応スケブ来たらフリーズでいくか。変な位置のフリーズになっちゃった。で、もう、キョスケとか出して、どん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 プレッシャー与えてあげてね。単純にこの巨大スケルトンが、相手がね、受けれなくなるんじゃないかなっていうのが。一回我慢しよう。
これベビドラが残ってますね、ずっと。で、もう許容しちゃって、もう僕キングおることしか考えてないんで全然守んないんですよ。ごめんなさいね、なんかこんな戦い方で。でもキング折れやすいと思うんですね。エリ3倍でめちゃくちゃ攻めれて、スケラのキングって思ってる以上に入るので、まあ、結構1個取ったらキングを狙ってもいいとは個人的には思ってますと。さあ、あともうね2回1回ずつね使ってね、今日は終わろうかなと思うんですけども、いやーグロたいな、マジで。上位取りたい、バッチ欲しいっすね。なんか一桁バッチ、世界1位の星バッチをこのラット赤とかにつけたいんですよね。さあ、でここ相手ラバですね。でこれライトニングだったらやばいな。まあデリバリーなのがね、これはめっちゃ活躍しますね。一応もうここはもう攻めて、こういう間にね、まあデリでもいいんですけど、これは別にトルネでも良さそうだな。いや、やばい、待って、やばい、相手縦の選手入ってる、普通にやばい。しかもライドルやばい。え、待って、俺今回負けるかもしれないっす、本当に。冗談抜きで。しかも吹き矢も入ってる。いや、スケラー対策しっかりされてますね、今回の第3位とは。スケラーだと思うんですよ、本当に今回攻略は。やばい、マジでやばい、本当にやばい。これ相手煽ってる、絶対勝ったと思ってるですから。いや、でもライトニングがないなら勝てるな、これ。マジで。よし、いや相手やってる。でこれ縦の選手が来るんで、ポイズンコストを貯めてから打って、これ縦線来るけど OKOK で、この間でもラバなんなら溶かしてあげて、ラバ溶けたらもうデリバリーもある。いや、デリバリー使わずとも今のとこ勝ってるのはなかなかっすよ。いや、めっちゃいい多分。さあここでデリバリーも活躍していく。でこれ一回低め出しちゃって、いや、やばいな。でも、ラバー、嫌ですね。まあ、デリーなのがマジでも救いですよね、これは。まあ、これポイズン打っちゃって、絶対縦線来るんで。来ないわけがないですよね。で、ライドラとかには攻め取るにしたかったんですけど、まあ、ポイズンデリバリーでライドラとかを処理できるっていうのが多分ね、強いですね。ファイボデリーでできるんで、できると思うんですよね。さあ、とりあえず、吹き矢早く、こっち来て。これ、ボーポイ貼ってあげて、さあ、ファイブザップを決められる。いや、でも、これは、デリを使わないでも守れる。いや、めっちゃいい防御してる。で、吹き矢は、落とします。落とします。今落とし。オーケー。さあ、これはもう、ポイズンもすぐ打てる。いや、でかいですね。遅延スケラの弱点って、ラバデッキなんですよ。もうやばい。俺、本当に、クラウン。やばい、マジでクラウン欲しい。いや、マジで、このデッキは、クラウン取れないのが良くない。クラウンいらない人なら全然いいと思いますけどね。僕みたいなクラウン命の人からしたら、マジで。これワンチャンさ、1個捨てて僕、あれっすね。いや、1個捨てて、もらおうかなと思ったんですけどね。いや、これ。捨てるこれ。いや、捨てる、いや、捨てたら終わるか。ちょ、捨てないっす。もう確実にいきます。ごめんなさい。危ない危ない。1個捨てて1個あげて11にしてもう1個タワーを取れば、まあ、21で勝てるじゃないですか。なんでクラウンス勝てるかなと思ったんですけど、ちょっと怖かったですね。はい、イモりましたと、まあ、いうわけでラストこのラバルチンパンいきまーす。もう初手ラバして後ろつけるだけですね、ぶっちゃけ。まあ、なかったら、まあ、スケドラセパなり、まあ、メガゴ出すなりなんかして、さあ来ましたね。まあ、これはもう逆サイ行った方がいいですよね。とりあえずもうフリーズでいっか。あ、ライトニング防衛。いや、めっちゃいい防衛ですね。でも、ライトニングだったんで、僕のね、このババも生きると思います。さあ。ババも生きると思うんですけど、これババ出しても、やばいっすよね。やばいやばい、待って、結構やばい。ほんとやばい。待って、ロキオもやばい。俺負ける。わ、最悪。俺、こういうデッキが一番苦手。やばい。いや、耐えろ。いや、耐える。デッキー。いや、耐えれねえかな、これ。あ、終わった。ちょっと待って。最悪。え、ここに来て。事件。いや、ベビードラが欲しくなってきた。いや、ロケット押しがやばいっすね。暴れてやがる。ロケホが暴れてやがる。いや、でもこれ僕勝ちます。いや、でも負けたら、本当に。負けたらとかありえないですから。いや、負けるなんてありえないですからね、マジで。これ僕今、相手のね、コスト伺ってます。まあ、様子見段階。
いや、これ勝てるな。勝てます。いや、勝てます。これ、相手今コストを結構使ってると思うんですよ。いや、ロケホがやばい。マジで。あいつがやばい。いや、でもこのロケホやったら、いや、これはある。オッケーオッケー。これで、一本取って、よし。で、ライトだと思うんで。いや、ライトのコストもないか。これ、フリーズして、よしよし。いやー、やぶね、マジで。俺、マジで今、泣いてたっすよね、多分。YouTube の動画で泣いてたっすよね、ちょっと。いや、これはね、こっちが意識したいな。いや、あいつがダメ。キノコ。キノコ、マジで良くない。キノコ。使うっすけどね、僕はよく。いや、一回これ守ってから、で、このね、ロケを積極的に潰したいっすよね。いや、ここは行っていいな。で、ライトニングを打つコストが、いやー、やばい。それめっちゃいい判断。キングやばい。キングやばい。キングやばい。マジで耐えて。バカバカ、マジで耐えろ。マジで耐えろ。ゴールだけは飛ばす。ゴール溶かせ。メガゴ、メガゴ。お前、後ろからちょっかい出せ。やばいやばい。これロケとかあったらやばい。マジでロケとかありそう。怖い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 。マジで。バルーンで攻めちゃおう、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 攻めちゃおう。ああ、耐えろ。防衛ライトしろ、防衛ライトしろ。防衛ライトしなかったらフリーズパッキーン。危ね。いや、マジでやべえ。マジでやべえ。本当に終わったと思った。よかった。いや、これだけなの、まだいいんですけど、ミニピックがね、結構怖かったですね。まあでも、意外と耐えられましたので、ぜひね、防衛方法とかも真似てみてね。はい、皆さんも頑張って使ってみてください。というわけでね、ぜひバッチゲットしましょう。それでは終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。